い、こんにちは、セラスポーツです。皆さんお元気ですか？今日の修理は基本のレーシング、ジャキーン、フィンガーチップレースです。この親指からくるくるくるで指のところを切って小指まで、これ切りやすいところですし、締め具合がグラブのシェイプを決める大事なところになります。今日はその入れ方と締め方やっていきたいと思います。それではどうぞ。はい、じゃあ 抜くとこから今日丁寧にやりましょうか。ここ切れてますよね。ここずっと来てるわけですから、こちら切れたところね、この裏側を回って、まあ、ほどき方が分かれば入れ方が分かると思うんですけど、こっち側に来てますね、はい、でここからこう螺旋状にスパイラルに、よいしょ、ちょっとここ硬い時が多いですけど、はい、ウェーブのトップをね、こうずっと回っていくわけですね、はい、くるくるっと。で、中に一本紐が通ってますので、その紐を巻き込む感じで、回ってます。で、ここね、固く締める、緩く締める具合でも、ウェブのこのフィーリングが変わってくるんで、注意したいところかなとはね、思うんですけど、よいしょ、はい、大事なレースになります。で、ここ最後ね、ここよいしょ、こっちに来て、でここ外れます、ね、はい、じゃあ今度指側、小指の方にね行きますね。そうですね、最近は親指側からずっと通してる場合が多いですけど、昔は小指側からも通してましたけど、まあいろいろね理由言う人もありますけど、まあ別に親指から通しても小指から通してもそんなにこうね実用上大差はないと思うんで、まあこっちから通すかこっちから通すかで、この上下が、紐の上下がちょっと変わってきますけどね、うん、まあご自分で好きな方がで通したら、通しやすい方でね、通したらいいと思いますよ。で、こうずるっと小指まで来ますよね。バッテンバッテンバッテンでね。まあダブルレーシングっていうやり方、ここにね紐が通るやり方も前やってますんでね、よかったらそちらの方も参考にしていただけたらと思います。動画出してますよ。はい、こんな感じですね。はい、ちょっとひどい汚れだけね落としといて、紐入れていきたいと思いますけどね、あんまりドロドロだとダメなんですね、はい、はい、OK ですね。じゃあ今日は親指側から最初緩めに通してみますね。まあこのグラブどっちかというと間口の広い、こう開いて開きやすいグラブっていうことで、まあ深さよりも広さを優先しているグラブだと思うんで、まあ、その辺ちょっと考えながらやるんだけど、お客さんはちょっと締め気味にしてって言ってたんで、締め気味には入れていきたいと思いますね。ここまあ穴は違う場合もありますけど、ここスタートですね。でよいしょ、後でウェブもここちょっと締めますんで、いろいろなんでね、ちょっときつめにいきますけど、よいしょ、あんまりきつきつでもない、これぐらいでいこうかね、はい、これ色もね汗できてるでしょ、色あせるとね合わせ方が、紐の合わせ方が難しい、本当はもうちょっと赤い色だと思うんだけど、この辺の色と比べるとね、これはげてきてるんで、どうしてもねあんまり赤いと目立つんで、こちらのちょっとオレンジっぽい紐をねレースを選択してますけど、ここ端ね、こういう感じですよ、うん。であとはくるくるっとね、さっき外していった順番通りに巻いていくだけですけどね、はい、でキュッと、でここね、さっき言った締め具合、あんまりガチガチにすると硬くなるんで、
すのかといって緩いと緩うーんあんまりこう良くないしという、まあ、感覚ですけどね、まあ、入れてみて皆さんね何回か調整するとなんとなく自分の好みっていうのはね分かると思うんですけど、まあ、お客さんからご希望があれば、ね、その辺もね考えて、レース入れるんですけどね、はい、基本のレーシングですねここね、はい、一番フィンガーチップ指先って地面に近いところゴロ取る場合ねゴロ取る場合地面に近いところで擦れやすいので、まあ、ウェブレースも切れやすいですけどこのフィンガーチップ指先もね切れやすいところですね見てないとね見ていつも観察してくださいって言ってますけど自分のグローブよく見てないとああ切れそうなのにっていうのがね気づかずにそのまま試合に出て試合中切れちゃうってことがありますんで、うん、こちらの方もねちょっと急ぎで夜気づいたっていうことで明日もう試合だから今日中にっていうことでね持ってらっしゃったんだけど早めに切れる前にちょっと変えとかないとねちょっとまずい箇所になりますね、ま、指切れちゃうとちょっと取れないしねでこっちへ同じ穴ね最初と最後だけ使いますけどぐーっと、よいしょよいしょでちょっと打足ですけどこのグラブはこういう風にスパイラルね螺旋に巻いてますけどこういう風に螺旋に巻いてあるのもあってまあそっちの方が多いかな、まあ、グラブによってこの巻きの方向が違うんでそれはまあもともとどういう風に入ってましたかとか変えてみたいなっていうことでやってみたらいいと思うんですけどねこれはこういう向きです、まあ、こういう向きねこういう向きのやつもが多いですよっていう話わかるかないや、まあ、入った通り入れましょうっていうね、ところですけど。で、指の部分きますね。指の部分ね。ここ、キューッと。ここから、指に入りますね。で、裏側。ここはね、紐の裏が出てきますけど、こういう感じ。うん、で、今度はここクロスに入りますから下の方に来ますね、うん、でちょっと緩めに最初入れますね、はい、で今度は裏側来てここで今度は上で、こう、ここ後ろから見たとこ、これ前から見たとこ、クロスに入っていきますね。はい、これが通常のやり方。で、またここと同じ、こっちにも、こういうふうにね、裏側に戻りますけども、中指の裏を、こうします。これ紐の裏きますね。で、今度は一旦薬指、次の指に、移動して、それで、また中指に戻ってきます。ここ、サイクルは同じですね。それで、ここで、バッテンを作って、よいしょ。はい。で、2サイクル。もう1回いきますね。今、2回り目。3回りいきます。指が4本ということは間が3箇所ですから3回りでつながるということになりますね。で、ちゃちゃっといきますよ、小指。よいしょ。で、最後、ここですね。はい。これで、フィンガーチップレース、指先紐。完成です。あと縛るだけね。はい。じゃあ、あとね、
割とこうこのグラブのシェイプを生かした広めの指感にしてますけども、ちょっと締めてほしいっていうことで締め気味にします。でもキュッキュに締めるのことかな、締め気味にしてほしいから締めてみるか。あのあとここ残しといて調整できるようにしときますんで、締め気味にしていきますね。ここガセット入ってますけど、ちょっと締め気味にいこうか。キュッ、まあ、締めた方が間口はちょっとね、こう狭くなるけど深さは出ますんで、ワンハンドキャッチは締め気味の方がねいいと思いますよ。よいしょ、まあ、伸びてくるとこなんでね、シーズンの始めとか節々のところでね、よくグラブをいつも言ってる観察して、直しとかないと、締めるとこは締めとかないとね、あっと思った時に取れたのに取れないの今日みたいなねことになってくると思いますんで、はい、締め気味にしました。こうね丸くなってきて、こうワンハンドで掴みやすいグラブになってます。はい、じゃあこれ一応止めとくけど、あ、止めとかなくていいか。止めとこうか。お客さん来た時に、これぐらいでいいのって聞いて、ダメだったらね、これもう一回紐緩めなくてダメだから、明日もう使われるということなんで、油塗ってないですけど、今油塗ると明日ぬるぬるだからね、なかなか浸透にも気を使わなくちゃダメだから。はい、という感じですね。はい、どうでしたか。まあ望ましいシェイプになったかななんて思うんだけど、まあ好みがありますんでね、ここ残しておいて、お客さんに最終ね、フィンガーチップ指先紐の感覚お聞きしたいと思います。はい、どうでしたか。大事ですね、フィンガーチップレースね。先ほども言いましたが、今ね休み中、連休中で試合練習も多いと思うんです。今見直しときましょうね。急にグラウンドで切れちゃうと困っちゃいますよ。それでは皆さん、さようなら。ないです。